どうもジェンでございます。いや始まってしまわれたジェングルベル、非常にファッキンなことが起こりました。私は今こちら津駅にいます。なぜかですね、僕は津から名古屋に向かって歩こうと考えてしまったわけですね。抗えない。ということで、ね、今から13時間と言われています。13時間かけて名古屋まで歩きます。地上最長ですね、57キロですか、かかります。前回大津から津とか大阪から琵琶湖とか田舎の道、特に山道ですね、坂が多かったりとかそういう道だったんですけど、今回は都市部ですね。だからまあある程度道が整備されたところを歩くだけなので、前回ね暗いところを歩いてたから、なんかもう心も蝕まれていくわけですよ。暗かったら心配になってね、それがないっていうところがまだマシかな。僕にはまだ分かんないんですけど、歩いてないから。13時間歩くってまあ考えられへんな、自分でも。で、この季節ですから寒いですよ。乗り越えれるか不安ですけど、勝てなきゃ死ぬ、勝てば生きる、戦わなければ勝てない、僕は戦っていきたいと思います。歩き始めたただいまの時刻はですね6時半ぐらいですね。まあ今から13時間ということで7時、とかに着くみたいなんですけど、7時半とか不可能です。絶対途中休憩するし不可能だと思うんですけども、まあ時折休憩しながらね名古屋に歩いていきたいと思います。あそこね、名古屋まで70キロって書いてあるんですけど、僕は実際その70キロ歩くわけじゃなくて、通から歩いて一番最初に着く名古屋の地、ここに踏み入れたらゴールとしてます。名古屋シティっていうまあ看板、これを見たらもうゴールとさせていただきます。開始から1時間ぐらいですね経ちました。ひたすら歩いてるんですけども、音楽聴いてて車がうるさい、音楽聴きたいねん、車がうるさいわっていう、そういう精神状態です。歩けると思います。だから普通やったら車があった方が孤独で歩いてるわけですから寂しくなるんですけど、車の音がうるさいと思ってるから、これいい傾向ですね。一人になりたいと思ってるってことは、これ一人で歩くことできますから、はい、ひたすら歩きたいと思います。このね津市を歩いてて気づいたことなんですけど、まあ、僕が住んでる大阪吹田市よりね、なんかミニストップ、コンビニのミニストップのね、数が多いような気がするんですよ。もう今で4店舗ぐらい見ました。何がミニストップだよ、泊まってたまるか。ミニストップしないよ。泊まるとしたらビッグストップして休憩して歩き出すってことあるけど、ミニストップしてたまるか、そういう漫談が出来上がりました。なんかおもろいね。今が開始から2時間ぐらいですね経ちました。鈴鹿市ですね、三重県津市から鈴鹿市に入りました。確実に進んでることがわかります。でまあ結構なんか早歩きというか、まあいい感じのペースで歩いてるんで巻いてます。はい、到着時刻巻くっていうね、7時半とか到着予定やったんですけど、今ね6時50分とかになってますね。まあ絶対にこんなペースではねいけないんですけどね、どうせまた休憩とかでね、遅れるんですが、それともいい感じで行ってますよという報告でございました。今が開始2時間半ぐらいですね、もうすぐ9時なんですけど、ここになんか吉野家あったんで、そろそろ腹減ってきたということで腹ごしらえ吉野家でちょっと食べたいと思います、晩飯ね。開始から3時間ですね。吉野家でねスタミナ超特盛り丼食べたから、スタミナつけようと思ってあれ食ったんですけど、なんかもうスタミナ削られるぐらいお腹いっぱいになってね、歩くのがちょっと困難なんですけど、なんかマップ見たらあと10時間ってやってるんで、とりあえず頑張ります。これ見たら分かる通り鈴鹿、見たら分かるか、白子町、白子町分からんけどね、鈴鹿です。とりあえず四日市やな、まずは目指して頑張ります。開始から4時間ですね。周りが本当に田んぼすぎるというか、懐中電灯を iPhone のね照らしながらじゃないと歩けないぐらいの何もない道を歩かされてます。田んぼですね。思ったんですけど、僕これ三重県何にもない、何にもないことないねんけど、ちょうどいじりにくい何もなさですね。歩いててつまらん、そういうね歩いてて思いました。引き続きですね、あと8時間半ぐらいかな、歩いていきたいと思います。今が開始から5時間ですね。四日市市に入りました。すごくないこの工場夜景、すげえわ、めっちゃ怖い。綺麗なんですけど、ほらこのコンビナート、めっちゃこれ綺麗やけどやっぱ怖いな、夜一人で歩いてたら。意外とペース落ちずに行けてますね。足はね内ももがちょっと痛いけど、まあまだ気にするほどじゃないかな。すいません、めっちゃ暗いんですけど、引き続き頑張っていきたいと思います。さあ日付変わりました、月曜日になりましたね。開始から5時間半ぐらいで、ね、歩きましたが、四日市市です。まだひたすら歩いてるんですけれども、残り30キロ、7時間ぐらいで着くということですね。7時に着く予定ですけど、なんか最初のね早歩きぐらいのペース、もう休憩したら意外と続けれててね行けてるんですけど、まあすねとか結構今来てます。内ももとかなんか釣りそうな状態なんで、まあいずれまた休憩すると思いますが、順調に来ていると思います。はい、頑張ります。開始から6時間ですね。まだ四日市市なんですけど、まあ、この工場夜景めっちゃいいな、すごい不気味やけどやっぱりちょっと美しさがある、人間が生み出してしまったんですけど、これ
ね、なんか人工的な光ですけど、すごい、なんか感動しますね。ひたすらね、僕これですけど、孤独に歩いておりますが、頑張ります。開始から7時間ぐらいですね。経ちました。残り20キロぐらい。残り5時間ぐらい。最初13時間って言ってたんですけど、巻いてますね。ただね、早いペースで歩いてるから、もう足がもう、次止まったら、動けんくなるよぐらいです。ほんまに。結構きついです。なんかもうね、ちょっとの刺激与えたら、バーンって弾き切れそうな痛みを持ってますね。あと5時間ですけど、耐えれるかどうか、頑張ります。開始から8時間経過しました。さっきまでファミマでね、30分間あのイートインスペースで居座ってたんですけど、休憩としてね歩き出したら、今ちょっとほんまに足やばい、爆弾みたい、ほんまに今にもちぎれそうって感じです。もう今だからよちよちですよ、よちよち歩きでしか行けない。一応ね、目的地ゴールまで4時間半20キロなんですけど、もう多分4時間半では無理かな。4時間半言うのはもうさっきまでの早歩きぐらいのペースやから、ちょっとよちよちになるですね、なるですねって変な言い方したんですけど、ちょっと5時間半ぐらいかかると見込んでね。まあでも時間には余裕あるんでね、別になんかその急いでるとかじゃないんで、なんとかゴールしたいと思います。はい、今3時ですね。桑名市というところに入りました。やっとね、長かった四日市超えまして、もういよいよね、愛知県が見えてきたかなっていうところです。あと4時間ぐらいで着くみたいなんですけど、ぼちぼちね、焦らずに、もう足爆弾なんで、もう、ね、爆発させないようにね、ゆっくり歩いていきたいと思います。今、3時34分ですね。開始から9時間経過しました。雨降ってきたんですよ。小粒ですけど、ちょっと雨降ってきて、なんか寒いし、体力奪われますね、これ。あと4時間ぐらいかな。もうきつい。なんかもう、えぐい橋ある。えぐい橋あるんで、またその時動画回します。はい、今4時ですね。こちら木曽川というね、まあ皆さん名前一度は聞いたことあるんじゃないでしょうか。こちらを渡っていきたいと思います。いかついです、川幅が。はい、もう橋の先見えません。マジで怖い。この夜の川ってめっちゃ怖ないですか。でね、こっちにね、なんと長島スパーランドがあるらしいです。もう俺どんなとこまで来てもうたん。これえぐない。なんか橋揺れてるし、めちゃくちゃ怖いねんけど。ちょっとパラパラ雨降ってるから、雨具持ってきなかったんで、こうやってタオル巻いて、もう赤ずきんみたいな感じで、赤ずきんスタイルでもう橋渡ってる。で、赤ジャージなんで不審者です。不審者がずっと通から歩いとる。防犯カメラに映像残ってたら警察も意味わからんでしょ。ずっと赤ジャージのやつがなんか歩いてるなって。開始から10時間、えぐいでしょ。足やばすぎる。足やばすぎて聴いてる音楽の感想も叫ばな、やってられん。もう正気を保つにはもう叫んどかな、常に。もうそれぐらいね、足が限界です。ここまで来たらたどり着きますけど、相当限界来てるよっていう話です。あーあいじあいじあーあいじあーあーあー、見えでかすぎ、見えでかすぎんねん。何が見えやねん、何が30になってんねん、お前。見え、でかすぎるから、過去一。もう一番長かった。もう今まで滋賀とかずっと歩き続けたりとかね、してましたけど、見え、もうお前ダントツで一番でかいわ。長すぎる。びっくりした。もうほとんど見え歩いてた。もう、勘弁やわ、見え。今がね、5時半ということで、開始から11時間ですね、経過しました。いやもうほんま限界のその先行ってるっていうか、もうね、一回気抜いたら気絶しそうになるぐらいです。なんとかね、なんか出産時みたいに、もう息をとにかくはっはっ、だって吐いて、もうアドレナリンで、はい、あとは歩いてます。気合ですね、もうこっからは。あー、関係ないでしょ、気持ちいいっしょ。はい、歩きます。1時間半ぐらい。もう開始から12時間、もう外も明るくなってきましたね。ひたすらそれが大事。このね、 BPM がちょうどこの歩くスピードにぴったりでね、これを流しながらもう自分を奮起させて歩いてます。足限界ですけど、なんとかゴールしたいと思います。あと1500メートルと20分なのに足が動かないんです。本当にずっとここ、蟹江町っていうとこなんですけど、本当に蟹の歩幅でずっと歩いてます。ああ、苦しい。この道をまっすぐ行けば名古屋の市境があります。あと500メートルぐらいですかね。もうほんまに足限界すぎます。
僕は大学を卒業したら NSC に入学するという宣言動画を出しました。それは自分の退路を断つためにあげた、そういう意味の動画でもあって、もちろんこれから先自分が歩む道、前に進むんだという気持ちの意味もあったんですけれども、自分の退路を断つというのは非常に大事なんだと思いました。周りは就職活動という普通の道を歩いています。なのに僕は何もしてなくて、ダメだろうと、津から名古屋まで歩いてみようと、きっと周りに比べたらこれから変な道を歩くんだろうから、変な人生なんだろうから、何もしなくてはダメだと、津から名古屋まで歩くというこの変な道を自分で選択して、自分で変な道を前に進むんだと、そう心に決めて、だからその変な道のゴールがそろそろ見えてる、この変な道を歩いた先に何があるのか非常に気になります。この橋を渡った先に見えるのは名古屋市だ。消えかかってるけど名古屋シティだ。ということで、津から名古屋まで徒歩13時間かけて達成。いやー、ようやく着いた。これ上名古屋シティの看板あります。向こう蟹江町で僕があるこれ立ってるとこの名古屋ね、やっと名古屋着いた。もうほんま長かった。いや、もうほんま二度とこの歩きかけもしません。でも気づいてる方いるかわかんないですけど、実は大阪から琵琶湖まで歩いてみたあの企画の時、東海オンエア T シャツ着てるんですね。これなんでかって言ったら、最初僕ね、大阪から名古屋まで歩いてみたっていう企画しようとしてたんですけど、さすがに無謀すぎるってことに気づいて、大阪から琵琶湖までってことにしたんですけど、これ分割してね、やっと2年以上かけてようやく名古屋まで着いた。もう限界や。もう歩き企画した。もうこれ以上もう歩かん。もう絶対歩かん。もうね、これ、名古屋上看板ありますけど、上ね、看板あって、こっちが蟹江町ね。こっち歩いたら蟹江町で、こっち名古屋ってね、こう優雅な遊びしてるんですけど、一歩歩いたら蟹江町、一歩歩いたら名古屋っていう、もうほんま限界や。もう歩かん。歩く企画せんというか、もう僕歩かん。歩きません。もうこれからもう移動手段、セグウェイね。もうセグウェイ使います。もう歩きません。もうだるいです。歩くのもね。もう足限界。もうほんま疲れた。で、意味ないわ。もう無駄でした。うん。そのなんか、最後の方なんか言ってましたけど、いろいろ。うん、別に歩いても無駄です。はい、特に意味ないですね。きっとバズらんしね、これ。上名古屋ですけど、もう名古屋ちゃんとしてくれ、これ。色あせすぎやろ。もう名古屋っぽくないねん、もう。ほんま限界やった。えぐすぎ、きつすぎ。もう足限界やし。もう13時間こんな歩いたことないもん。もう57キロって。もう想像絶するわ、ほんま。もうきつすぎた。もう、疲れた。疲れました、もう。本当に、よう生きてたと思う。もう何回も死んでたと思う。ね、何回も死ぬところあったもん。死ねてた、もう全然。何回か死んでました、絶対に。よく生きてきたと思います。奇跡です。生きてることに皆さん感謝して、これからも頑張っていきましょう。あのちゃー